はい、皆さんこんにちは。今日は、平面グラフの話をちょっとしたいと思います。平面グラフには次数が5以下の頂点があるっていう証明をしたいんですが、まずちょっと用語の確認をしておきます。平面グラフっていうのは何かっていうと、この動画の一つ前か二つ前でもちょっとオイラーの多面体定理の証明で少し話してると思うんですが、こういう頂点と辺ですね、こういう辺、頂点と辺からなる、頂点と辺からなるこういう図形で、まあ好きなように書いていいです。こんな風に好きな風に書いた時に、本当に何でもいいんですけど、できる図形が平面グラフです。だから全然制約がないので、まあ、自由自在にいろんな形を描くことができますよね。でこの平面グラフについては、実はどんな複雑に書いても次数が5以下の頂点があるってことを証明することができます。次数っていうのは、例えばこの点でいうと、これ x、ね、この頂点 x の次数、次数はディグリーと書きますけど、これは1本2本3本出てるので、これ次数3です。まあ、こんな感じです。その点から出てる辺の数のことを、次数と言います。で、次数が5以下の頂点があると、このグラフだったらもうね、どれも5以下になってるんですけど、まあ一般にはこうなんかこういう頂点がね、これだったら 1,2,3,4,5,6,7 とかね、いくらでも次数の高いこうグラフを作ることがなんかできそうな気がしますよね。この点でもこの点でもこう次数いっぱいこうやって書いて、なんかどの点も次数が6以上とかっていうのができそうな気はするんだけど、実際それできませんよっていうことをこの定理は主張しています。でちょっと今説明しながらあっと思ったことがあるんだけど、平面グラフっていうのはちなみに交差しちゃいけないですからね。ちょっとそこすいません、補足しておきます。例えばこの点とこの点をこうやって結んで、これ新しい辺っていうのはできません。この間をこの交差するところを頂点と考えるんだったら OK なんだけど、辺同士がこうやって、こうね、こうなんかぶつかるようなやり方はダメっていうのがちょっと最低限のルールとしてあります。それが平面グラフですからね、お願いします。はい、じゃあ、これのちょっと証明をしていこうと思うんですが、前回か前々回かお話しした、オイラーの多面体定理、平面グラフについて頂点数と辺数と面数を、合計すると2になりますよと、 v-e+f が2になりますよってことを証明してあります。この式をちょっと活用させていただきます。でこの式はオイラーの多面体定理と言ったけど、平面グラフに対してこれ証明したんですね。で その結果を、多面体に適用したっていう形なので、この定理は平面グラフで成り立つもの、特に凸多面体でも成り立つっていうねようなことなんですが、これはメインは平面グラフでやる内容なので、もちろん平面グラフで成り立っている定理になります。これの証明もし興味ある方はそのね該当する動画を見ていただければと思います。はい、じゃあまずこの式から一般的に言えること、V と E にこれ3種類のね、ことを述べてるんだけど、この定理から、この式から言える、V と E に関する、ね、式、 V と E だけの式をまず導き出します。この定理から一般的に言える V と E についての、不等式になるんですけど、それを導きます。で一方でって話で、今回のこれ次数が5以下の頂点があるっていうのをちょっと否定して、次数がすべて6以上であるというような仮定をしたときに、V と E の関係でまた別の不等式を導きます。ね、要するに配慮法を使いたいわけですね。で、その不等式と先ほど出した、不等式見比べると、なんか矛盾してるよねっていうような形で証明を進めていきます。はい、じゃあまずは、その配慮法の仮定とか全然使わずに一般的に言えることを導きます。今ちょっと F を消去したいので、辺と面についてのちょっと不等式、一般的な不等式をちょっとこの図から考えていきたいんですが、今ですね、すべての
この辺の上にこういうふうに小石を置いたところを想像してください。すべての辺に対してこの辺をまたぐような感じでね、2つずつ小石をこんなふうに置いたところを想像してください。こうですね。はい。そうすると、まあこの右上の式で、小石の数ってこれ何に該当するかっていうと、ちょうど辺の2倍ですよね。辺の2倍に該当します。つまり、辺数が今E本あるので、各この辺に対して2本ずつあるわけだから、小石の数は 2E と書くことができます。小石の数は 2E 書くこと。まあこれ答案だったらちゃんと小石の説明もしないといけないんだけど、まあね、今口で説明したのでそこは省略します。小石は 2E です。で、この 2E という、まあ、小石の数と今度は面数をちょっと考えてほしいんですけれども、各面には、まあ面って言ってるぐらいだから、少なくとも、3本の辺で囲まれてるわけですよね。まあ、もしかしたらこういうふうに四角形かもしれないし、五角形かもしれないし、まあ、いろんなパターンがあり得るんだけど、まあ、どんなに少なくても一つの面には、3つの小石があります。3個以上の小石があります。まあ、この面だったらいっぱいあるよね。 1,2,3,4,5,6 この面だったら 1,2,3,4,5,6,6 個の小石が入ってます。っていうような感じで、一つの面には少なくとも3個以上の小石が入っているということが言えます。そうすると 3F っていうものと実際の小石の数比べたときに何が言えますかって言ったら、実際の小石の数の方が多いですよね。 3F っていうのは、その面かける3、ね、この各面かける3ってことだから、もちろん全ての小石の数を計算しているとは言えないですよね。この面は3個あって、この面は6個あって、この面はなんか4個あってとかってね、それぞれね、それぞれの面に対して3個以上の数字が対応しているので、面の数かける3っていうのは、小石の数よりは一般的には小さくなりますよね。いいですかね。これは全ての小石をカウントできてないからね、実際の小石の数よりはちょっと小さくなってる可能性があるということです。ということで、今この式が、面と辺に関してのね、式が証明できたんですけれども、これをこの式に適用していきましょう。はい。で、ちょっとですね、この式はこのままだとちょっと扱いづらいので、この係数が出るようにね、ちょっと3倍しておきます。3倍、これで6。そうすると、どんな式が出てくるかというと、今 V と E だけの式にしたいので、ちょっと F を消去しましょう。3V-3E、 3F を 2E に変えます。そうすると、もともとのよりもちょっとでかいので、変えてるわけだから、不等式こうなります。これいいですね。でこれをもう少しね、E が出てきたので、整理すると 3V-E が6以上という、頂点と、辺に関する式が出てきました。まあこれ一つ置いときます。はい。じゃあそしたら今度は、仮定から、仮定というか、まあこのね、問題主張したいことをちょっと否定した時の世界を考えていきましょう。すべての次数は6以上ということを証明します。すべての、頂点 X で、ディグリーの X が6以上とする。仮定する。まあ、実際はそうじゃないので、まあ、これが、配理法の仮定になっているわけですが、まあ、こう仮定してみましょう。そうしたときに、ここの両辺にね、その全ての頂点についてのね、和を、こう書いていきます。全ての頂点についてこれをね、足していきます。つまりシグマをちょっとつけましょう。ディグリー X で、これ X は、まあ全ての頂点、
すべての頂点について、このディグリーを計算しましょう。ここだったら1233足す、ここだったら1243足す4足す2足す、4足すみたいな計算をこれやっていくわけですね。はい、でこれ右側にもね、そのままシグマつけたと考えると、これ項数は頂点数だからこれ 6V になります。 6V いいですかね。はい、でこの左辺をね、ちょっと改めて考えてみたいんですけれども、この部分って変数で書くことが実はできるんですね。今ディグリーの、計算ちょっと想像してほしいんですが、ディグリーの計算っていうのは、まあ、各頂点に対して1、2、3ってやりますね。でじゃあこの、頂点でも1、2、3ってやりますね。この頂点で1、2、3とちょっと色変えましょうか。この頂点でも1、2、3とこんな感じで計算していきます。この頂点でも1、2、3と4、5っていう感じで計算します。でこの計算を、やると必ず各辺って2回ずつこう塗ることになりますよね。2回ずつ数えてますよね。この辺は ここで1回数えてるし、ここの頂点でこうやって1回数えてる。各辺は2回ずつカウントされてるんですよ。だから頂点、ディグリーの、合計をね、ディグリーの合計をこれ総和すると、この辺が2回ずつ数えられてることになるわけだから、これは 2E と同じ値になります。よろしいですかね。はい、そうすると今出てきたこの式が先ほどの式と矛盾してます。今の式これ両辺2で割ると E 大なり3分位となります。 E 大なり3分位。この式とこの式はちょっとこいつ、言い換えましょうか。3V、E たす6か。E たす6。ん ?E たす 6? ちょっと違うか。あ、いいのか。E たす6。はい。これって、ちょっとここにガチャってつけると、3V は E たす6以上。で、この式なんか変ですよね。E たす6よりも E の方が大きいってなって、これちょっとおかしいですよね。ってことで、これが矛盾になってます。はい。オイラーの多面体定理の証明から言える、V と E の評価っていうのと、今仮定したね、ことから言える V と E の評価、2つをこう組み合わせてみると、あ、なんか矛盾が起きてると。すいません、今回ちょっと答案形式じゃなくて、ちょっと、必要な言葉をね、ところどころ省いてますけどもね、まあ、ちょっと説明ってことでね、許してください。はい、ということで、こんな感じで、全ての頂点のディグリーが6以上であるっていうふうに仮定すると、矛盾を導くっていうことができたので、必ず平面グラフには、どこかに次数が5以下の点があるということを証明することができました。この事実は結構、有効で、どんなグラフでも必ずね、次数が5以下っていう、まあ、比較的こう扱いやすい点がどっかにありますよっていうことを存在を示してるわけだから、こう証明で結構有効に使うことができるわけですね。はい、まあ、今回、まあ、ちょっと今感想だけど、平面グラフってなんかいろんな形がこうできるのにもかかわらず、必ずね、どっかにこういう点の存在が、こうやって証明できるっていうのはなんか不思議な感じがしますよね。全くこれ証明の中でね、任意のグラフってこういろんなグラフをめちゃくちゃパターンを分けて変えたわけでもないんだけど、一般的に言える式からね、こういう存在見えないところの どこにあるかは実際はよくは分からないけども、まあ、どっかにはあるよっていう存在をこう証明できるっていうのはなかなか面白いところだと思います。はい、ということでじゃあ、これ今回、次数が5以下の頂点があるっていう証明できました。ちょっと今後これを使ってね、またいろいろ証明したいことがあるので、また、近いうちやりたいと思います。はい、じゃあ今日はこれで終わります。